こんにちは。今回はこちらセリアで購入しているパブロ、こちらのカラーナンバー4番を使って今回モチーフを編んでいこうと思います。でこちらがアクリル 90%、 アクリル 10%、 25g 56m 入っています。かぎ針が5号から7号ですね。ファイナーを使っていきます。でこちらは中から取り出していきます。はい、こんな感じに糸を取り出してきて、今回8号で進めていこうと思います。で輪を作って輪の中に目を入れていきます。こういう風に輪の中に針を入れて引き出してきたら、鎖編みを2つで始めていこうと思います。こちらも1つとして数えていって、糸をかけてこの輪の中に針を入れて左2本で、最後の2本、この2本で1つのセットにしていこうと思います。でここで2つまとめたところにマーカーをつけて進めていこうと思います。で鎖編みを2つして、糸をかけて輪の中に未完成の長編み1つ、糸をかけてもう1つ未完成の長編みをして、で3本を一度に引き抜いて、このセット1、2、2セット全部で8セット編んでいきます。でその間に鎖編みを2つして、糸をかけて輪の中に未完成の長編みを2つ、この繰り返しをして全部で8個作っていきます。はい、こんな感じで同じように1、2、3、4、5、6、7、8、8セット編んできて、間に鎖編み2つずつ編んできています。で最後も鎖編み2つして、このマーカーのところにつなげたいんですけど、その前に中心部分をこう糸を引っ張ってグッと締めてから、でこのマーカーが入っているところ、ここに鎖編み2つしたので、手前から向こうに針を刺して、で引き抜いてきて、これでつなげます。これで1段目完成です。ちょっと色的に見にくいかもしれないですけど、で次の段はこの穴のところから始めたいので、ちょっと右にあるので移動させたいので、穴に針を入れて引き抜きで移動させます。でまた鎖編みを2つして、これは1目として数えていこうと思うので、糸をかけてこの穴のところ未完成の長編みを1、2、3、4、4個して始めていきます。で未完成の長編みを4個したんですけど、最初の鎖編みも数えるので全部で5個入れたことになります。で最初は5個、この糸がかかっている状態で新たに糸をかけて引き抜きます。で鎖編みを1つして、ここをマーカーつけて進めていこうと思います。でこの玉編みの上の鎖編み1つとは別にもう1つ鎖編みして、で糸をかけて次の穴のところ、ここに玉編み5個って決めたので、1、2、3、4、5って感じで5個の玉編みを編んでいくので、こことは別に5個なんで全部で6個かかってます。ここからはで新たに糸をかけて引き抜きで、鎖編みを1つしてもう1つしたら、糸をかけてここ次の穴のところに同じように1、2、3、4、5、こうしたら全部で6個かかっているところを一度に引き抜きます。で鎖編みを1したら、角のところ2つ欲しいので鎖編みを2つして、糸をかけて同じところ、ここに長編みの未完成を5個します。3、4、5で全部で6個かかっている状態で一度に引き抜きで、鎖編み1つしたらもう1つして、この平らなところなので、で糸をかけて次同じように未完成の長編みを5、2、3、4、5をしたら全部で6個かかっているところを一度に引き抜いて、鎖編みを1つで、もう1つしたら糸をかけて、ここでまた角を作りたいので玉編みの間2つ鎖編みをしますね。3、4、
して6本を一度に引き抜いて鎖編みを1つしたら別に鎖編みを2つします。で糸をかけて同じところに未完成の長編みを5個、2、3、4、5をしたら一度にまた引き抜いて鎖編み1つしたらここの平らなところは鎖編み1つで糸をかけてこの穴のところに長編みを1、2、未完成ですね、3、4、5の長編みの未完成をしたら一度に引き抜いてで鎖編みを1つしてまた鎖編みを別に1つしたらここでまた角を作りたいので未完成の長編みを1、2、3、4、5したら一度に引き抜いて鎖編み1つしてここで角なので鎖編みをまた別に2つします。で糸をかけて同じところに未完成の長編みを5個、3、4、5、5個したら一度に引き抜きで鎖編みを1つしたらまた別に1つ、でここは平らなところなのでここに未完成の長編みを1つしてまあ鎖編み1つですね、3、4、5、未完成の長編みをして6本を一度に引き抜きます。で鎖編みを1つしたらまた別に鎖編み1つで最初のこの玉編みのところもう1つ欲しいので角なので糸をかけて同じところに未完成の長編みを5個、3、4、5、5個未完成の長編みしたら一度に引き抜いて一番最後この角になったところで頭編みの上鎖編み1つしたらもう1つしてで糸をかけて最初のこの玉編みの鎖編みのところマーカーが入っているところに針を入れて中長編みでもう一度編んでいこうと思います。これでこういう正方形になっていきますね。角角角角でこの次の段も編んでいきます。まあここはね鎖編み1つしないとこかな。その鎖編み玉編みの頭に鎖編み1つしたら1つ鎖編みさっきしたんですけど先生に糸をかけてそのマーカーのところに針を入れて中長編みで終わると思います。ちょっと変わるかなと思うんですね。ちょっと伸びすぎたかなと思うので、それで鎖編みを1、2してで糸をかけてこの同じ穴のところに未完成の長編みを2、3、4、4したら一度に引き抜いて最初の鎖に立ち上がり2つも数えるので全部で5個ですね。で鎖編み1つしたらここがまたぐるっと回ってきた時につなげるところでマーカーつけていこうと思います。であとはこの平らなところはこの穴のところに同じ玉編みを作ります。1、2、3、4、5で5をしたら一度に引き抜いて鎖編みを1つでこういう平らなところはまた別に鎖編み1つ、糸をかけて前段の穴のところに未完成の長編みを5個、3、4、5で一度に引き抜いて鎖編みを1つしたらまた別で鎖編み1つで糸をかけて前段はここ角になっているので角の鎖編みを2つ別にしたところここの穴のところに同じセットを編みます。未完成の長編みを2つ入れます。3、4、5、こうしたら一度に引き抜いてで鎖編み1つしたら別に鎖編みを2つで糸をかけてこの同じところに未完成の長編みを5個、
1、2、3、4、5で全部を一度に引き抜いて鎖編み1つしたら、またここと平らになるので別に鎖編み1つ、角だけ鎖編み2つにしていこうと思います。1、2、3、4、5で全てを一度に引き抜いて鎖編み1つしたら、また別で鎖編み1つ、で次の穴のところ糸をかけて未完成の長編みを1、2、3、4、5をしたら一度に引き抜いて鎖編み1つしたら別に鎖編み1つで、また前段の角のところを来たので、ここに同じセットを編んで、今と同じですね。この繰り返しずっとこのマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで編んできてました。で、最初の玉編みと同じところに最後の玉編みを編んで鎖編み1つしているところです。で、ここでまた前段と同じように次の段もこの色のまま編んでいっても可愛いなと思って、鎖編みせずにここにつなげて中長編みをしていこうと思ったんですけど、まあ、次のところで一番最後の段にしようかなと思ってるんですけど、大きさ的にも。次はね、このダイソーで購入しているコットンライク、こちらを一段編んでいこうと思います。で、まあ、こちらは今年まだ見てないんですけど、まあ、今年も販売されるのか今期も販売されるのか、まあ、一番最後はどうかな、まあ、ちょっと前には見たんですけど、こちらのねブラウン、こちらを入れていこうと思うんですね。で、1本ではちょっと細いので3本取りにしていこうと思うんですね。こちらがコットン 50%、 アクリル 50% で、かぎ針が3号から4号ですね。で、40g 110m 入っています。こちらを使っていきます。の中からと、あと2つここの使いかけがあるので、こちらをまあもう2本用意してるんですけど、こちら2本とこちら1本、3本を引き添えて編んでいきます。はい、こんな感じで1本ずつ言ってた通り出してきて、こちらをまあ入れていこうと思うんですね。3本で同じぐらいの太さになるかなと思うので、まあ、ちょっと太いかな、2本の方がいいかな、まあ、こういうところも好みによって、まあ、こちらのコットンライクがない場合も他の色で対応していただくといいかなと思います。まあ、2本かな2本にしていこうと思います。はい、こんな感じでちょっと2本用意しておいて、ここで、まあ、玉編みの上鎖編み1つして、別に鎖編みはせずに糸をかけて最初のこのマーカーが入っているところ、ここに針を入れて、で中長編みで終わります。で、ここでこの裏に糸を当てて、で足していく糸も裏に糸を当てて、ここでつなごうと思います。鎖編みを1つ、で2つ目するときに全部巻き込んで留めておこうと思います。2つ目、で3個目しないんですけど、ここで巻き込んで、まあ、この色は巻き込まなくていいかな、次の段あの編まないので置いて、この茶色だけ巻き込んで、こういう風に、で、まあ、3個目しないので、ここで糸をかけて、この穴のところに未完成の長編みを1、2、3、はい、こんな感じで一周編んでいこうかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとね最後変えようかなと思います。このまま編んでも可愛いと思うので、好みによって変えてみてください。ちょっとここまでほどきます。はい、こんな感じで最初の方まで帰ってきて、で最初の鎖編み2つは残してます。ここは同じで糸をかけて、この穴のところにこの鎖編み2つは数えないで1、2、3で長編みをしていこうと思います。で、1つ目のところ長編みに頭にマーカーをつけて進めていきます。で、糸をかけてこの穴のところに長編みを1、2、3で鎖編みせずに糸をかけてこの穴のところに長編みを3個、2個目3個目、こんな感じでこの角のところまで同じように編んでいきます。
はい、角のところまで同じように編んできたら、ここの角の間のところ、前段はこの玉編み2つ入れてるんですけど、糸を、まあ、鎖編みせずに糸をかけて同じところに長編み3個のセットを2つ編み入れます。2、3で3個のセットを編んだら、2つ鎖編みをして糸をかけて同じところに長編み3個で進めていこうと思います。1、2、3で3個したら、この平らなところ、前段のこの穴のところにまた長編み3個のセットを編んでいくっていう感じに進めていこうと思いますね。2、3で、こちら側の角のところも今下みたいな感じで同じようにして、でぐるっと一周このマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで同じように編んできました。で、これで最初のところ入ってるここも角になるので、糸をかけて、ここは鎖編みせずに糸をかけて最後の長編み3個1、2、3編みます。で、最後鎖編み、この角を2つずつしてきたので、2つして次の段は編まないので、2つしてここで糸をカットして、で、糸始末はしないんですね。私これスッと抜いて、で、針に糸を通してちょっと置いておくんですね針に糸を通して、最初のマーカーが入ってるこの1つ目の長編みの頭、手前から向こうに通って、で、この鎖編み2つ目のの中、ここに戻って裏にこうやって糸を置いときます。で、こういう糸は全部色別で糸始末していきますね。で、この中心部分も糸始末して完成させます。で、今回もこのモチーフを何枚かんでバッグを仕上げようかなと思ってるんですけど、バッグのつなげるところはまた次回のところでお伝えしていこうと思います。まあ、今までもいろんなつなぎ方でバッグ編んでるんですけど、今までの編み方に、つなげ方になるか、まあ、そういうところもこの様子を見ながら何枚か必要枚数編んで進めていこうと思います。これでこういう風にいつものように中心部分は引き締めながら同じ方向でぐるぐる糸始末をしていきます。まあ、いろんな糸始末の仕方があるので、しやすい仕方でしてみてください。これで何回かしたので、これで糸をギリギリカットして、で、こういうところも糸別で糸始末して、で、最後のここだけ残しますね。で、これをまあどういう形にするか、まあ何枚か、いつもね3枚ぐらい同じ大きさで編んで、同じ編み方で編んで、で、こうやって並べてみてどういう形にしようかっていう感じで、必要枚数編むんですけど、そういうところまた次の動画よかったら見てみてください。で、ちょっとサイズを測っていこうと思います。大体にはなるんですけど、13.5cm ぐらいですね。正方形なので同じぐらいになってます。こういうところも何か参考にしてみてください。まあ、最初してたみたいな感じでもまた雰囲気も変わると思うし、好みによって編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。